はい、こんにちは、マイクです。今回はアイコニテックスさんの、ハンダゴテセットですね。これを使ってですね、ちょっと修理動画を作ってみましたので、ご覧ください。まずはハンダゴテなんですけども、小手先がですね、こういう細いタイプでなってます。で、温度調整が440度ぐらいまでできるっていうことでですね、まあ、400度あればほとんどのね、ハンダ付け作業が可能かと思います。ダイヤルも軽くてですね、まあ、しっかり止まってくれますので、問題なく作業できると思います。で、小手先は交換式でですね、ネジ式になってまして、このような感じで溶けますね。で、セラミック素材の芯棒を使っております。熱伝導率もいいですね。早く高温になりますね。まあ、スペアがありますんで、まあ問題はないですね。一番気に入ったのはこの吸い取り機ですね。吸い取り機が結構しっかり作ってあって、結構吸うんですよね。で、吸ったらですね、取れたハンダは下から出てくるっていうことですね。次はピンセットです。曲げのタイプのピンセットと、しっかりつまみました。かなり尖ってますね。ハンダゴテの電源ケーブルですけど、まあ、大体ですけどね、1メートルぐらいですかね。それではこれ片側がね、回らなくなりましたので、でネジを取っていきたいと思います。多分初期不良だと思うので、まあ、なんかリード線かなんかが断線してるか、まあ、ハンダ濡れ不良とかが、ね、出てる、まあ、配線系のものだと思いますけど、一見良さそうな感じですけど、基板をちょっと動かしたらですね、リード線が一つ外れてましたね。多分線1本でつながってたぐらいの感じですかね。ちょっと触っただけでピロッと剥がれてしまいましたね。このリード線をまあハンダ付けすれば多分元通りになると思います。
まあ、リード線 の, あのリードをですね、あの露出させるために、まあ、ペンチでちょっとあのニッパーを使ってですね、あの皮膚を剥いていきますね。かなり細いですね。この辺りはですね、やはりね、日本製の方が、あの、の方が太い線を使ってたりしますし。で、この基板、プリント基板なんですけども、あの、スルーホールはありましたけども、全部で、ね、ハンダをちょんつけで、あの、リード線を、あの、スルーホールの中に入れてなかったので、だからちょっとした引っ張りでも、引っ張りの、で切れてしまいますね、この辺りの処理はですね、ちょっと いかがなものかなと思いますね。まあ、このボート自体 Amazon でですね1400円ぐらいで購入していますので、もう激安と言っても過言ではないので、まあこんなものなのかなっていう感じですね。じゃあハンダをつけていきますね。まずはですね、あの古いハンダをちょっと一旦溶かして吸い取り器で一回取ってみます。この時ですね、ちょっと温度設定一番低くなってたので調整しました。300度以上にね、あのすると早くあのハンダが溶けますので、溶け始めたので一回また吸ってきます。2回ぐらい吸えばですね、綺麗にハンダが取れますので、それにしてもですね、このリード線がものすごく細くてですね、もう何本か数えれるぐらいの線しかあの実際にはないです、ね、なのでちょっと皮膚をですね、もう一回長めにあの取りましてね、あの折り曲げてちょっと厚みを出して、あのハンダ付けするようにします。
まあ、せっかくですね、付属していたハンダもね、使ってみます。それで余ったリード線をですね、ちょっと除去していきたいと思います。細すぎてですね、なんか手応えがなかったので、ニッパーではちょっとね、切りづらかったんですね。ハンダはしっかりついてるようですね。もうでね、ハサミで切った方が早かったですね。はい、こんな感じでですね、あとは基板を戻して裏蓋をネジで留めていきたいと思います。ネジ1本だけで止まってましたね。こういう感じなんですかね、中華製のね、ものの激安品にして。基板が逆でしたね。こういう時、間違えた時ですね、基板の固定してるのが一つのネジだけだと、すぐですね、またやり直しが簡単ですね。4つとも止まってると4つとも外さなければいけないので、これでハマると思います。で動作チェックしてみます。右も左も大丈夫ですね。はい、
ではこのあたりで今回は失礼いたします。どうもご視聴ありがとうございました。マイクでした。